どうも皆さんこんにちは、川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、被り物大好きな僕、春に向けて、被り物がすごく増えましたので、春の帽子選手権やっていきたいというふうに思います。普段からこうインスタグラムとかで、ね、その日の服装みたいな感じで上げてて、それを見てらっしゃる方とか、YouTube 上でもね、すごく僕頻度高く帽子かぶってると思うんですよ。髪の毛セットするのがめんどくさいとか、そういったところがメインな理由なんですが、トータルのね、服装のバランスを取りやすいとか、そういったところもあってね、常日頃着用してるんですけども、そもそもが好きなんですよ、被り物。やっぱりね、春に向けてこういろいろなブランドだったりとかからもいい感じのアイテムが出てまして、真夏にも使えるものはあると思うんですけど、基本的に春、メインで使っていきたいなっていうものをね、1,2,3,4,5個ありますので、それらをご紹介していきたいというふうに思います。まず1点目。ニューエラのキャップになります。普段から僕これ被ってるだろうっていうところもあると思うんですよ。型がね、確か5950ってもので、ツバが緑のタイプ僕普段使ってて、動画のコメントもそうだし、僕の DM とかにもすごく問い合わせ来るんですよ。なんですけどもね、僕が着用してるのは5950の楽天で買ったようわからんやつです。なんですけども、今回新しく購入したのは、キスとの別注なのかな、コラボのアイテムになります。形は一緒なので、普段被り慣れてるね、形で、こんな感じで。ベースボールキャップですね。これに関してはつば裏がグレーになってまして、少し爽やかな印象というか、どういうものと合わせても、使いやすいっていうのと、シックスパネルで、ニューヨークヤンキースのロゴが入っていて、あとはバックにね、刺繍でキスの刺繍、あとはニューエラの刺繍がね、横に入ってるんですけど、こちらに関してはね、同系色のブラックで刺繍されてるので、ニューエラ感が出ないというか、形でニューエラっていう感じはするんですけど、そこもいいなって思ったポイントの一つです。あとはこの裏側にね、いろいろこういう風なタグもついてるんですけど、裏側とかコラボだからとか特に気にしてなくて、同じものばっかりかぶってると、やっぱニューエラってここの部分がシミができてたりとか、汗かいてなくてもね、髪の毛のスタイリング剤の油だったりとか、そういったものがね、染みついてきて、同じのかぶり続けるのもよくねえなと思って、パッと脱いでこれ置いてあって、ここにシミあったらちょっと不潔じゃないですか。そういったところもあったので、違うタイプでね、購入しようと思ってたんですけども、ほぼほぼ同じようなものが見つかってしまって、で、しかも問い合わせがすごく多かったんで、みんなこれ買ったらいいんじゃないかなっていうふうに思って今回ご紹介してます。っていう感じなんでね、春だったりとかね、これとそもそもが被ってたね、ニューエラのものと被り分けて、この裏が緑だとちょっと使いづらい時もあるので、このグレーのタイプだとね、普通に被りやすい部分もありますので、汎用性高くこれは使っていくと思います。コラボのアイテムとかだと横に刺繍がドーンとか、そういった時もあるんですけど、これに関しては本当、バッグにね、このロゴが入っているだけなので、とても被りやすいですし、コーディネートも選ばず使うことができるので、こんな感じに T シャツにスウェットの今のスタイルなんですけど、そういった時にもハマるようなアイテムかと思います。はい。1点目がこれ。はい。そしてね、2点目。これもキスで購入してきたんですけども、ニット帽になります。ちょっと猫に襲われてたんで、これ。猫毛がすごいけど、これ。友達の誕生日プレゼントでね、この違うカラーをプレゼントしたんですけど、その時にね、この生地感だったりとかいいなと思って自分用にも購入してしまいました。他にはね、ターコイズブルーとか色展開が4色5色あったんですけど、個人的には濃いめのブラウンと、このね、グリーンがすごい可愛いなというふうに思いました。買った時のね、お気に入りポイントなんですけど、ニットの質感がすごいドライだけど分厚いみたいな。ドライ感の強いものってリネンニットみたいな感じでペロッとこう薄いものもあったりとかするんですけど、まだ季節的にね、そこまでじゃないなというふうに思ったので、ドライ感がありつつ、この肉厚のね、ボリューミーな感じ。あとは少し浅めにはできてるんですけども、このサイドのね、折り返しの部分で高さなんかも調節しやすいので、ロゴもね、キスの刺繍がワンポイントで入ってるだけなので、とても被りやすくて、個人的には気に入ってます。ロゴを前にするのが本当はフロントっぽいんですけど、僕はあんまりこう主張するのが好きじゃないので、こういう風にサイドにして、浅めのビーニーみたいな感じでこういう風に被ってもよしですし、耳出しちゃって、なおかつさらにこう折り込んでしまって、で、メガネとかサングラス合わせるようなスタイリングもね、個人的には好きなので、そんな感じに使っていきたいと思います。やっぱりこの肉厚さとドライ感ってところがね、手に取ってみるとすごく伝わるようなアイテムになっていて、価格はね、1万円ちょっとで、なんていうの、ファストファッションとかでもこういう刺繍ニット帽売ってると思うんで、そういったところに比べたらっていうところあると思うんですけど、生地感とか質感こだわりたい人にはすごくおすすめできるアイテムですし、個人的にはこのグリーンっていうカラーがね、新鮮で、差し色とか春なんかだとロンT1枚にね、デニム、頭
ブーツ合わせてっていうスタイリングがほとんどになっちゃうと思うんですが、まあ、そういった時にこのグリーンのカラー差し色にしてみて、であとはアクセサリーとか時計でグリーン入れたりとか、そういう感じでね、部分部分でカラーをリンクさせても楽しいかなっていうふうに思ったので、この色をチャレンジしてみました。個人的には、ね、すごく好きですね。スケーターっぽさもありますし、こういうふうな浅めなニット帽とかだとね、生地が薄かったりとかボリュームが足んないと、どうしても顔が僕でかいんでバランス取れないんですけど、そんな僕でもね、かぶりやすい帽子になってますので、デザインもシンプルなんでね、汎用性高くこれも使えるかなと思っております。はい、って感じで2点目はこのキスのニット帽になります。キスキスできたね。で、3点目なんですけども、ここにチラ見えしてるんでね、ご紹介すると、これもベースボールキャップ。てかね、キャップあともう一個あるんだけど、それもベースボールキャップなんですけど、これですね、配信かなんかで見せたと思うんですけど、ちょっとブランド名がね、僕読み方よくわかってないんですけど、ザ・ HW ドッグ&コーっていうところのアイテムですね。なんで知ったかっていうと、このブランドはそもそも知ってて、いつか欲しいなと思ったんですけど、なんか前に被った時に形めっちゃ合わなかったんですよ。この鉢の部分っていうのかな、がちょっと張り出してるような感じで、顔がでかいんであんま似合わなくて、顔がちっちゃい外人系の顔の人とかすごく似合うんだろうなっていうふうに思ったんですけど、ダメだなって印象があったんですが、たまたまお店通りかかった時に店内をね、ぐるぐる見てて、この形が前に被った時と全然印象が違ったので、これいいなと思って買ってみました。さっきのね、ニューエラとほとんど変わんないと思うんですけど、少し深めになっていて、フロントにね、この D っていう感じのワッペンがついていて、つば裏は緑で、質感的にはね、ウールが使用されてますので、こう洗濯とかちょっとできないので気をつけてくださいっていう風に言われたんですけど、そこの懸念点はあるんですけど、結構ドライ感の強いウールになってて、少しだけ立体感が見えるというか、陰影の出方がね、フェード感が出ていてかっこいいなっていう風に思って、まあ、そこがポイントで購入しました。で、バックストラップに関してはレザーになっていて、で、面白いのはこの内張り、おでこが当たるところだったりとかがレザーでできてるんですよ。これ新鮮だなと思って。結構肌に当たるところなんで、この、まあ、汗を吸うような素材だったりとか、滑りがいいものとか、そういうの使われるね、キャップだったりとかほとんどだと思うんですけど、レザーなんだというところでね、まあそもそもレザーだから、まあ滑りはいいんですけど、まあ、なんか汗とかついたらどうなんだろうとか、そういう懸念点もあるんでね、まあ、真夏は無理だと思うんで、春に愛用していきたいと思います。まあ冬とか春とか秋だよね、夏以外のシーズンでね、ウールの素材感はね、まあコットンなんかよりも少しこう印象値が違うと思うので、めっちゃ好きなんですけども、まあこのタイプもシンプルでね、使いやすいと思うんで、ニューエラと合わせて使っていきたいと思います。はい、3点目がこれで、4点目。これもベースボールキャップなんですけども、またね、苔がついてる。ごめんね、ちょっと毛だらけで。これですね、RRL のベースボールキャップになります。なんかネットサーフィンしてたら、なんかで出てきまして、通販で購入したんですけど、ちょっとギャンブルだったんですよ。RRL のキャップってすごい浅かったりとかするんですけど、なんかネットで見た感じ深くて大丈夫そうだなと思って購入したら大丈夫でした。なんで結構ギャンブルで成功したから大丈夫だったところはあるんですけど、すっげー気に入ってます。そもそもがこの、なんていうの、ちょっと退色したウォッシュ感のある生地に、フロントにRRL のロゴが刺繍で、バックがね、こうベルトみたいな感じになってるんですよ。レザーのこのね、おでこに当たるところに関しても、こうぐるっとウォッシュ感のあるチャコールのね、素材が使われていまして、どこか古臭い感じがして、古着のねアイテムだったりとか、あと同系色のブラックかな、今着てるようなねスウェットだったりとかもそうなんですけど、今だとレザーのジャケットとかブラックカラーのアウターなんか着用される方多いと思うんですけど、同じブラックでもやっぱりこのウォッシュ感が入ってたりとかすると、雰囲気がガラッと変わったりとか、コーディネートした時にものっぺり感が少なくなるのでいいかなと思って、これを買ってみました。さっきのベースボールキャップ、なんだ、 HW ドッグさんとこのニューエラのタイプよりも少し浅めにはなってるんですけど、全然許容範囲でね、RRL の中では結構深めのタイプかと思います。そう、 RRL のねキャップすごいかっこいいのいっぱいあるんだけどね、形がどれも合わなくて今まで買えなかったんですけど、このタイプだったらいけるなっていうふうに思ったので、またね、なんかかっこいいデザインあったら買ってみたいと思います。細かいんですよ。ブラックなんだけど、ステッチはね、チャコールっぽい、グレーっぽいね、糸使ってるんで、同系色だけでちょっと立体感が出て、刺繍に関してもこれ白じゃなくてベージュというか、きなりのカラーになってるので、まあ、そういう細かい色使いだったりとか、素材使いがね、やっぱかっこいいなと思っております。はい。っていう感じで、4点目がこれ。はい、そして5点目なんですけど、まあ、自分で作ったものになっております。これまだ発売してないんで、いつ発売するかもちょっとまだわかんないか、ちょこちょこギリラで出すかわからないんですけども、このパブロヴィンチっていう僕がやってる洋服のブランドから、昔ね、これのブラウンでバンダナを巻いてるようなもののデザインがあったんですけど、それのねバージョン2になります。ブラックのカラーでね、まあ、銅素材を使ったすごい素材の高いアイテムになってます。これも被ってみようか。まあ、髪の毛出してね、僕はハットなんか被ることが多いんで、まあ、こういうふうにパーマヘアの横の部分をふんわりさせつつ、
こんな感じ。全然わかんないから、まあ春夏とかね、全部入れちゃってもいいんですけど、こっちの方がいいか。こんな感じになってます。つばの少し長めのタイプになっていて、中折れのハットになってるんですけど、まあ、デザインとしてね、ここに布だったりレーザー、ビーズがね、巻かれているので、単色ブラックでも、のっぺりしすぎず、なんかコーディネートのアクセントになるんでね、ブラウンの方もすごく愛用してるんですけど、まあ僕みたいに顔で家族の方でもね、このつばが長かったりとか、あと内側に関してもね、すごく被りやすい素材になってますので、まあ気軽にこういう風にポンって乗っけてもいいですし、真夏になるとね、やっぱりこれ系の素材だと、やっぱり暑く感じてしまうので、ストローハットになると思うので、春だったりとか、まあ秋、冬、春なんですけど、アウターがあったりとかすると結構ハット被りづらいんですよ。こう襟が当たっちゃったりとかして。なんで春と秋でね、多分メインで使っていくと思うんですけど、まあ春なんかこっちのブラックのカラーの方を愛用していきたいと思ってます。これもなんか発売するタイミングなんかはインスタグラムとかでね、多分ご紹介できると思うので、よかったらフォローされてない方で、まあ、気になる方はよかったら見てみてください。はい、っていう感じでラストはこちらのハットになります。まあ、なんか自分が作ったアイテムなんで細かく紹介していくのちょっと気まずいんでね、さらっといきたいと思います。はい、っていう感じで今回はねこの5種類ご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。やっぱりなんだろう、キャップだったりとか帽子系だとね、ストリートブランドのそのキスとか、まあ、あとはシュプリームとかそういったところの安定感ってめっちゃいいっていうのが個人的な印象なので、まあ、2種類もあって、でプラスアルファね、新しく買ったこの HW ドッグ&コーさん、今後もね、なんか買ってみたいなっていう風な展開だったので、デザインすごいかっこいいんですよ。ただ形が似合う似合わないあるんでね、また買う時にはかぶりに行かないとっていう感じなんですけど、これも良かったし、まあ、自分で作ったパブロンもそうだし、あとこの WRL、デザインとかまあなんだろうね、細かい部分すげえなやっぱりというところを感じられたアイテムなので、これらをね春に愛用していきたいというふうに思います。多分今後の動画内とかでもちょこちょこ被ってたりとかインスタに載ってたりとかすると思うんですけど、また真夏だったりとかするとね、この素材感だと厳しかったりとか、まあ、この内張りレザーとかね、まあ、ハットもそうなんですけど、ここの部分レザーでできてたりとかすると汗がタラーンと垂れてきちゃったりとか、ちょっと使いづらいところもあると思うんで、また夏前とかにね、夏の帽子選手権やりたいというふうに思います。はい、という感じで今回の動画が良かった、参考になったと終わりました、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。